どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日はお久しぶりさんです。モンタンスポーツに来ております。いつもありがとうございます。まあ、僕ちょっと、また2、3ヶ月ぐらい来れてなくて、で、その間に、まあ、インスタはね、ちゃんとチェックしてたんですよ。そこで、ちょっと気になるね、ものを見つけまして、なおかつこれ、高校生で、使えるようなものだったので、ちょっとそちらを今回紹介させていただこうと思います。で、やっぱ今暑いじゃないですか。数年前にね。高校野球、白スパが解禁されたじゃないですか。その中でダルビッシュ投手もね、白がどうだとかいろいろツイッターで言ってたりとか、していたので、ちょっとその中で気になったっていうのは、今回は白スパ、白スパ役をちょっと取り上げていこうかなと思います。はい、じゃあまず1点目、今日3点ちょっと紹介しようかなと思ったんですけど、そのうちのまず1点目、これです。これは畠山の白スパ、先っぽ見てくださいよ。なんすかこれ、足袋、足が分かれとるじゃないかいっていう旅型のスパイクで、裏が超合金の埋め込みかな。これメッシュなってんじゃん。ここ実際どうなのか分かんないけど、足しっかりと自立そうですよね。窮屈ってことがなさそうで、僕あの Z の旅型の靴下履いてるんですけども、それをスパイクでも体感できるっていう、これすごいな。やっぱちょっとね、横が広めなんですよね。多分こういう構造だからだとは思うんですけれども、ちょっと横が広めなので、横があまりきついのが好きじゃないっていう方も結構おすすめなんじゃないかなと思います。で、軽い、マジで何グラムぐらいなのかな。本当に軽いですね。エナメルとも違うような素材って言ったらいいのかな。ここのね、ラインが X みたいになってる、あれみたい、デサントのコーノエベルトみたいなラインがここに入ってますね。これピールをつけられないんじゃないかなって構造ちょっとしてるので、まあ野手向きなのかなと思います。どうしてもやっぱつけたいよとかっていう方は、あの塗りピータフトってやつ、僕もあの以前モンタナさんで去年ちょうど1年ぐらい前につけさせてもらったんですけど、そういうのを塗るといいのかなと思います。確かにちょっとこういうところちょっと破けそうだなっていうのはあるので、少しずつそうやって加工していくのもいいんじゃないかなと思いますが、まあ基本的には野手の選手が試合用のスパイクとかで、使うのが結構向いてるんじゃないかなと思います。で、ちゃんとクッションもね、こう入ってるので、金具のスパイクでも、まあ、少しは疲れ軽減されるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃちょっと気になったので入ってすぐおっと思ったんですよ。まず1点目紹介させていただきました。すいません、すいません、値段を忘れてたっす。値段なんですけれども、1万9000円プラス税なんで、まあ、大体2万ちょいぐらいになってくるのかなと。計算できない。はい、ちょっとスパイクにしては若干お高めかもしれないですけども、まあ本当に軽いし、夏にはもってこいのスパイクなんじゃないかなと思います。じゃあ次のスパイクいきます。はい、次のスパイクこちらです。なんだこれはと、なんだこれはと、やばくないですか。これ Z なんですよ。 Z の紐が全くない。ベルトも1個だけ。普通ベルトタイプって3本じゃないですか。それが1個だけ。この素材が、ベロの素材がずーっとここに繋がってるような感じで、かなり伸びがいいんですよ。だからワイド設計にも紐なしで対応しちゃうっていう。で、伸縮性があるんで、ただ伸びるだけではなく戻るんで、そういう点ずーっと使ってってめちゃくちゃ一気に伸びちゃうっていうのはないんじゃないかなと思います。で、これもね、埋め込みの超合金スパイクですね。やっぱりね、埋め込みになってからずっとスパイク軽くなってるなっていうのは思いますね。本当にめちゃくちゃ軽いっす。なんて言ってもやっぱデザインが、無駄なものがないって言ったらいいのかな。無駄を全部削ぎ落としたようなデザイン、まあ、効果もね、無駄を削ぎ落としたからこそ生まれる効果があると思うので、まあ、こういったその伸縮性っていう部分、本当に足にフィットする、この幅広い人もこの、まあ、見た目は結構細く見えるかもしれないですよ、この辺とか。でもこの素材のおかげで自分の足にしっかりとフィットする、だから言ったら革のスパイクみたいな感じでいいんじゃないかなと捉え方としては思うので、これもかなり僕ちょっと気になってて、であれか、ショーヘイズの活躍がちょっとこれ入ってたような気がして気になったので、あ、モンタナさんに言ってるんだと思ってちょっと、紹介させていただきました。で、これシリーズ的にはネオステータスになるのかな。で、お値段がポップまであって、お値段が1万6500円となっています。スリッポンスパイク、うん、今時っぽい。私服でもね、普通の靴でもスニーカーでもスリッポンって流行ってるんでね、それを野球でも取り入れちゃった Z さんのスパイクでした。はい、じゃあ続いて最後のスパイクちょっと紹介の方いこうかなと思います。はい、じゃあ最後のスパイク、僕これインスタで見て一番おっと思ったものなんで最後に紹介させていただきます。それが、はい、こちら、この方がいいかな。水野さんですよ。シリコンラベルでちょっとラメ入ってるからグローバルエリートかな。一応これ投手用スパイク、投球用スパイクか。名前がスピードレボエースエリートっていうスパイクになります。なんかね、ここちょっとサッカーのスパイクっぽくないですか、見た目。
水野のマークもちょっとね、いつもここにあると思うんですけど、ちょっと前目になってて、デザインがサッカーっぽいとかアメリカンチックのようなデザインの白スパイクになります。これちょっと他の今まで紹介した2つのスパイクよりかはちょっと重量感があるような気もしわす、ちょっと重いかな。でもそれもビビたる差ぐらいで、3個ある中だったらちょっと一番重いかなぐらいなイメージです。で、なんといっても刃の形が見たことない、全部横、なんかちょっと三角になってたり斜めに配置されてたりっていうのが金具スパイクの、結構僕が見る金具スパイクの中ではそういうのが多いなと思ったんですけども、前が 1,2,3,4,5,6,7 前7本下3本全部横なんですよ。これはなかなか見ないなと、てか初めて見ました。これに関してはこれもね、だからそういった点ではこれがちょっと、ただ僕インスタで投稿見てデザインでピッチャー用みたいな感じで見てただけなので、性能っていうのが正直ちょっとよく分かっていないので、調べてちょっとどういうものがあるのかってテロップには入れておくんですけども、まあ下記の性能があるみたいなので、ぜひねピッチャーの方なんかはすごいおすすめになります。あれですもんね、高校生が使えるっていうのが、やっぱ高校生で今までポジション別のスパイクってそんなになかったはずなんですよ。まあオーダーで川底で刃の本数を選べたり、まあ刃のね、形を選べたりっていうのはあったんですけれども、普通に売ってる商品でそのポジション用のスパイク、まあ、畠山さんで出してたかなっていうのは見たことはありましたけど、そんなに多くはなかったはずなので、それがまあ白スパで出たっていうのはすごいなって、やっぱ企業さんの努力が賜物ですよね。どの口が言ってんだって感じですよ。でこちらお値段が、そうなんですよ、意外とお買い求めしやすい、14,300円税込みで、今まで今日紹介したスパイクの中でね一番安いんじゃないかなと思うので、ピッチャーの方これちょっとチェックしてみてください。本当にまあ上がるのかどうかっていうところも含めて、気になったらいろいろと見てほしいなと思います。はい。で、その他にもね、あの以前紹介したことあるような白スパもずらーっと並んでいて、で、あのもちろん黒スパの方も社会人向け、草野球人向けのスパイクなんかも、たくさん並んでいるので、まあモンタナさん来れば問題ないなというところがあるので、ぜひモンタナスポーツでこういったね、白スパ、黒スパ、いろんなスパイク見てみてください。はい、ということで本日はこちら、白スパ、まあ他にもあと2点紹介しましたが、僕が気になった白スパイクの方を紹介させていただきました。そして動画の概要欄にモンタナさんのインスタ、リンク貼っておきますので、あとはネットショップかな、のリンク貼っておきますので、そちらの方も皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。